さあ、アッサンお願いしますか。実況者ランキング僕あれこの話したっけ、実況者ランキング上がりました。前回は、まあ、実況者的な YouTuber 的な登録者とかそういうの込みのランキングやったけど、スマブラ強いランキング的なやつで前 C やったんやけど、まあ、これは調査ちゃうけど、強さランキングで B でした。 B ランク、 B ランクは VIP 回かな、 VIP 回ぐらいが、C ランクかな、あ、B ランクかな、というわけで B ランクもらいました。嬉しいですね、なんか上がったってだけで嬉しいけどね、すごいよく見てらっしゃるね。ね、もう本当に僕 VIP 回ですなんなら VIP じゃないからもう C でもええけどね、やっぱ上がったら嬉しいですね。なんかね、普通になんか褒めてくださった講座さんのねランキングですね。なんかまた実況し、あ、コラボしたいっていう、あ、怖っ、コラボしたいっていう、あ、かっこいいな、男前じゃないですか、アスさん。コラボしたいみたいな、対戦したいな、対戦したいみたいな発言があったんですが、それ見て、あ、コラボしたいなと思ってツイッター探してたんやけど、なんか凍結してるって聞きました。凍結してるんかいって、過激すぎやろっていうまあちょっとなんかこの結構スマブラの動画見てるっぽいんで、みんなのね見てるっぽいんで調査伝ってるらしいんで、まあちょっとよかったら、まあ、よかったらやりましょう。よかったらなんかどうすればいいんだな、ツイッターないけど、どうすればいいか分からんけど、なんかちょっと考案してください。なんかどう連絡を取り合うのか、ディスコードね、なんかね、コメントなんかでもなんかね、いろんな方からリクエストしてないからよくないけど、なんかください、連絡先を。LINE は考えない。LINE はダメですけど、お願いします。ね、ツイッターフォロー、ん？ツイッターって、凍結されるとなんなんや？作り合うのか、新しいやつ。知りまへんけど、これは。おー、びっくりした！あ、すごい死ぬね、ラッキー。なんかこれはもう、わしのやつか？さすが男前 X。まあ、なんかね、自滅してもらってからすぐ死ぬな、俺、やばい。意味がないというか、なんか、ね、俺は死んじゃうのか、なんかね、そういう感じですよね。あ、怖い。ドン。もう一回。あ、ジャンプ間に合わないんだ。怖いね。はい、もう一回。ドン。ここ、回避する。うわ、したけど、逆やったから、回避するの見て、見てとか呼んでの、もう一回するべきやったかな。あ、やられましたね。なんか、そこ断念くるっていうところで、なんか皆さんするんで、なんか、やっぱり知識つけるべきですね。なんか、あそこダウンでんなんやなみたいな感じなんですよね。これ突っ込んできたら、まあ男前でしたね。これ、さすがにそれはね、男前のキックやりますよ、あなたに。まあこれ、変えてね、ここが他なんで、X の賭博なんでね、まあ男前自体の継承権はね、割と軽いもんなんですけど、ね、誰かいらん男前というキックをやるで。今俺男前 X やから、ね、生まれ変わったから、2019年の俺欲しいぞ、おる。あ、怖い、これもウェビーいくじゃないですか、これパーセントが一緒、あ、違うな、 0.4 違う、これウェビーした方の勝ちですね。さあかかってこいよ、恐竜さんにはね、ま、パーセントが違うやないか、それはこれは話が違う、てぇーこらおい知らんのかい、マジかマジ今の裏切りっしょ、レッキャクレッキキャク、さあマネさんお願いします。まあ、名前似てますね皆さんね、二文字の人ってなんかもうアクセントもなんか似るよね、なんかね、だからなんかもうみんななんか同じ感があるよね。はい、あ、うまい、今のあえて避けさせる作戦、あ、おっしゃ、このパーセントならガノンクロはね多分てどっちかな、ウエスマかシルダどっちかな、それ言われたのどっちか分かりませんけど、当てていくポーン、結構結構されましたけど、なんだなんだ、あ、そこだマジックって思ったけど、シルダーやっぱね、あ、じゃあ C4 をね、おとりにするマジックね、すごい僕は強いと思うんで、ぜひね、やってみてください。耐えるんでね、まあ、耐えて、もう、あ、ダメか、くそ、やばい、そう、やっぱ、意味不明な、ね、空調耐えた方がいいですね、なんか、糸がいきますね、あ、やばい、やめてよ、おー、なんか優しいな、この人、なんかね、あんまり横見してこない、不思議だけど、ちょっと横尾ちょっと優しいタイプするかもね。あ、してくる？優しいな、ありがとう。そこに僕はいない。結構際どいけど、そこに僕はいない。つかめ。あー、惜しいな。あれはさすがにしてない。あ、そう、おとりに使うとか言いつつも、偉そうなこと言いつつ、逆にね、普通狙えるっていう。危ないよ。よし。行きましょう、もう一回。あー、遠いな。
ごいね。ああそっちなんだ。今のもう完全に1点目。1点目大事ですよ皆さんね。1点目大事、超大事だから。はい、ということで、どうしようなんかね、ついつい向かっちゃうね、中毒性があるというか、どうなんだろう、なんか引き寄せ性があるかな。さすがね、スネークね。はい、自己セーブ。今のはね、もう近年稀に見る事故ですね。なんか、ね、僕は自己なのしかね、普段はね。はい、わあ、ちょっと思ったのに、くそ読みはなんか冴えてんだけどね、なんか決めきれんねんね。そこら投げて、マジックどうすこい。あれ消えた。あ、上で爆発するんか。なんか落ちてきてね、マジンキャンで一緒にバンバンみたいな、そういうの考えたんやけど、無理やった。あ、あれジャスコショと思ったのに、なんか今タイミングがしましたね。割れそうだけど、大丈夫、大丈夫か、大丈夫か、割れそうだけど、大丈夫か。うん、爆発した。まあちょっと2回目ないっすねこれね。あ、やば、さすがに2回目のシルブリワダランスを、あ、これ当たっちゃうんだね。怖い、怖いです。はい、当たるんだ、まずいです。うっうっ、まあ耐えるんですよね僕はね。さあ、ジュジュジュジさんお願いします。しっかりね、読めるようにあのすごい気合い込めて言ったんですけど、しっかり言えてました。ジュジュ通信で言えてましたかね。こいつ小松かいねんか、お前聞い込んで騙しに来んなって。小松かいってなんて言うんだよね、そういう何々しって言うなら。え、なんやろ、ゆ、おもちゃし、わからん、コマってなんて言うんだよ、別に。コマ、コマコマし、違うな、絶対違うな。怖い、こいつやばい、こいつ嫌がらせしやわ、これただのいじめっ子やん、ね、ちょっと。そういうプレイはね、あまりね、スマブラ界ではね、好まれないんです、知ってましたか。はっ、横びして、あー、全然違う思うとったの違う、はい、食べてる、マジ思うとったの違った。あれはダウンするけじゃないね、あれはどっちかっていうと、おっ、落ちまった。あの、あれはどっちかっていうと、当ててコンボをつなぐタイプですね。ナイスキャッチ。あっ、あっ、あっ、わけわからねえ。はい、助かってください。あ、今の判定はどこ行った。はい、はい、あたす。いや、やっぱああいう時はその場回避って気持ちがいいですよね。なんかね、まあ、するんちゃうかなって、まあ、自分自体、僕がね、そもそもそういう、あの、あそこでやっちゃう癖があるので、まあ、それをね、敵に見立てて、敵を自分に見立てて、やってみると、割と、いけるんですね、それが。あー、加速させちゃったね。細くや、俺に。あかんわ。あかんわ。これ、結構いい。こっち。いやー、早いな。これ、死んじゃうの？私、死んじゃうの？やめて！よし。あ、怖っ。それもなんか小松かに私かね。怖い。あ、違った。埋めるタイプかと思ってん。埋めるかと思ったの。違った。オッケー。あ、クジマはあれ、なんか下の方の技を避けるのに、ぴったりですね。はい、はい。蹴って欲しかった、今の。どっちかというと。今反転したよね、男前 X よ。このコマ欲しいんですよね。はい。完全に癖やわ。もうこの人俺やわ。この人俺、俺説濃厚、うん、まさに俺、俺もウエストの人がそうだとね、絶対ね、回避するんでね、できた、できしたらその場回避で割りに行くっていう、まあ、テンプレがあるから、まあ、良くも悪くもね、いろいろ使えるんですけど、うー、避けるぞ俺は。あー、ジャンプ、あれはレバーガチャしない方が良かったんでしょうか。あ、こま、あ、ジャンプ、キャッチうまいな、さすが呪術師。え、できてるやんか。あ、まずい、あ、まずい、せっかくの俺の好プレイが消えていく、霞んでいく。割れろ、なんでや、なんで割れへんね、ジャンプする、しなかった、やばい、ちょっとこれね、様子見よう。あ、様子見よう。あ、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 やめて、コマは持てない、オッケーオッケー、コマ持った、オッケー、お前、そうじゃねえ、ちゃちゃ、おいやめてください。なんでやねー。さあ、さ、タケさんお願いします。もう、サケさんって今言っちゃったね、ごめんね、ちょっと名前間違えるのが僕ね、一番ね、失礼だと思うんでね、ごめんなさいね、ほんまにごめんなさい。さあ、コンボ当てていけないけど、あー、そうですか、そうですか、今の早押し負けましたね。危ない、もうほんまこのパーセントからわし死ぬんでね、これもう知りますね。もう何かしら、あの横火をね、避けるね、あの、何、ルバガチャで抜ける術を
俺はね、あの心得なあかんねんけど、そもそも、まあ、当たる方が悪いと思うんだよね、ああいう気はね。またすっと来い。あっ、あー違ったー。あのもうちょっと架橋がさ、ウェビーの横シフトで来ると思ったんよ、崖まで。全然来ないんだと。よし、えっ掴めへんの嘘やん。チャチャ、あそんな軽い男じゃないのよ俺は。そんな軽くないのよ私。やめて、ほんまにさ。こっちやろ。オッケー、はい、つかめ。あそうか、ジャック連か。なんか終わってか、うわうまいな。なんかそういうなんか弱連系が終わったら咲いていく演技をちょっと思ったんだけど、ああジャスができんかったな。そして事故ったな。なんでだなんでだ、そういう技なんか、それはそれはそういう自己ラスタイプの技なんか。俺は知らんぞそれ。やらしい男ね、こらこら、やらしい男め、大人のそれ。ちょ、今のデススタップ狙おうじゃん。デススタップとマジンキング全面出走という声やな、今のはね。今のは全面出走ですよ絶対。あ違うんだ、突っ込んでくタイミングチャンスね。上から行きましょう。ノー、決死が進んでました。さあゼロさんお願いします。これがね勝てへんからって言ってもうね頑張っちゃった幻の、まあ、5戦目とは思わんとてほしいですけどくそ、こんな魔人剣してるから勝てへんって誰か言ってくださいコメント欄で。ね、わしは魔人剣あった方がいいんかな魔人剣があった方が俺は勝率いいんだろうか。魔人剣という後ろ盾があるからこそこんなに勝てるけど、どっちなんか、それともねどうなんやろうか。だーい、この試合もなんか僕は負けそうだ。やめてください。チュイーンとすこい。ああ、空下上がりね、まあ、できんかったね、まあ、そういうこと。敗因は、まあ、空下上がり。ヘッパー、わっ、ああ笑わせてくれへん、みんな。誰も笑わせてくれへん、誰も俺の言うこと聞いてくれへん。タイミングですねこれはね。あまずい、やめて。おっと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 、危なっ。君の思惑分かったわ。あいからの、あい、あ全然違った、ジャンプしろ。まあ全然読めないな、ウェビーバスターゴー、割れないな、あー飛ばないな、知らないな、やばい。あーおあーだった負けるまでできないな、こっちだ。はい、読めてるんだけどな、なんでや。ジュイーン、分かってるよそれは。知らない、知らへんな、なんでや。ああ、かけるまでできへんな、なんでや。おおおおおおお、やばい。おおおおおいっ、えっ、いけ、来た、よし、まあ、3度目の勝利というね、やっぱ崖奪いできて当然やらなきゃ損なんで、これはさすがの一言ね。ミスったね、あー当たっちゃったねファントム退場魔人剣決めていく、さすが対ゼルダの魔人剣2種類をね、あの組み合わせていくということで、さすが俺しかできないことを体現していくと。なんでだ、掴めへんかった、こっと